皆さんこんにちは、白雪えなです。今回はですね、化粧品のサンプルについて私が実際に使ってレビューしてみたいと思います。まあ見てわかると思うんですけど、私今回ほぼすっぴんです。スキンケアアイテムすごいたくさんあるので、ぜひ一つずつ実際に使って紹介してみたいなと思います。はい、できてる？大丈夫かな。まず一つ目、こちらベネフィークのリセットクリアです。これはですね、洗顔した後の一番最初に使う拭き取り化粧水なんですね。で、今私が取り出しているのがそれ専用のコットンなんです。どう？すごい大きくない？これがね、めちゃめちゃ使いやすいので、手持ちのコットンあるからそれでいいやって思うかもしれないんですけど、ぜひ専用のコットン使ってくださいね。これ使うとすごく違うなってわかるんで。このコットンですね、こうやってキャップ1回分、キャップの円が1個分が1回分なんですね。使用量っていうのが分かりやすいのがポイントですね。出したら垂れてこないように、こういう風にこうちょっとなじませて指でこう挟んで使います。まずはね、こう塗り広げていくんですけど、いい匂い。まずはこう優しく顔全体に塗っていって、でその後にこのまま大きな螺旋を描くようにして、角質に詰まったものも、クレンジングで落ちきれなかった汚れとかもこれで綺麗にしてくれるんです。で、ここでポイントなんですけど、もったいないと思って少ないやつでやっちゃうと摩擦の原因になっちゃうので、使用量は守って使った方がいいですね。あー、いい匂い。これすっごくいい匂いなんです。一日の疲れとかも癒してくれる、なんか甘い感じではないんですけど、爽やかでとってもいい匂いなので、本当に癖になれそう。はい、できました。あ、もうもっちもちでいい感じ。しかもいい匂いがする。もうこれやるだけでね、かなり日々のスキンケアのモチベーション変わるので、ベネフィークリセットクリアおすすめです。続いて紹介するのがこちら、コスメデコルテさんのフィトチューンホワイトニングソフナ美白乳液です。乳液ってだいたい化粧水の後に使うんですけど、デコルテさんのは全部乳液から使うらしいんです。変わってますよね。コスメデコルテの乳液を先に使うことで肌にいい成分が浸透しやすくなるんですって。これを使ってももちろんそうなんですよ。毛穴についている汚れっていうのをきれいにしてくれるのがこちらとこちらだと思っていただければ。それでは乳液塗っていきたいと思います。乳液にもね、いろいろ塗り方がこうあって、ほっぺたと顎とおでこは大きく螺旋を描くように優しく塗ってあげて、その後こう3箇所に分けて内側から上に、でまぶたは優しく、で鼻の周りや口の周りを細かいところを最後塗ります。とってもふっくらする。これはもうぜひ使っていただきたい。1回分出したら優しく染み込ませるようにこうなじませていきます。で、これ多分私にしか聞こえないかもしれないんですけど、じゅわじゅわーっていうすっごく贅沢な音がするんですね。これがもうお肌にちゃんと染み込んでいってる合図なので、この音楽しみながら顔全体に塗ってあげてください。はい、できました。わかるかな、肌全然違うんです。もう毛穴とかほとんどわからない。そう、コスメデコルテさんのこの乳液を使うことによって肌の張りがすごい良くなるんですって。で、肌がこうぷっくらすることによって毛穴がどんどん見えなくなるから、毛穴すごい気になるなっていう人もぜひこれ使ってみてください。そして次にご紹介するのがこちら、アルビオンのホワイトパウダーレスト、こちらファンデーションですね。アルビオンのホワイトフィラークリエイター、薬用美白美容液とメイクアップベースの効果があるものです。この2つちゃんと日焼け止め効果があるので、もうこれからの季節本当にぴったりですね。
はい、できました。まずはですね、ベースメイク、ベースからつけてみました。かなりね、毛穴とかがどんどん見えなくなっていく。で、肌のトーンが自然に明るくなっていくので、すごくメイクのりこれから楽しみですね。で、最後に使うこちらホワイトパウダーレストはクールベージュというカラーを今回私使わせていただきます。正直ね、ファンデーションに関してはなりたい色とかって人それぞれだと思うので、サンプルもしいただいた方は色云々よりもまずは使用感を試してもらいたいかなっていうふうに思います。これ何がすごいって、パウダーなのに塗った瞬間すごくパウダーレスになるんですよ。粉っぽいの苦手という方にはとにかくおすすめですね。はい、できました。肌すっごいツヤツヤ。朝もここまで使っちゃえば本当に完璧な肌になると思います。じゃあここから私の普段のメイクちょっとやってみようかなって思います。はい、できました。いつもあまり私おでこ上げないんですけど、肌がめちゃめちゃ綺麗になったので、ついおでこが上げたくなって上げちゃいました。はい、ですね、ぜひ本当に全部一回使ってみていただきたいです。肌がもう全然別人みたいになります。新しいものを使うっていうのはすごく新しい自分に会えると思うんですよ。今回みたいに私もおでこあんまり上げないのに肌が綺麗になったから上げたくなっちゃったとか、例えば髪型変えてみたくなったとか、新しい服欲しくなるとかって、いろんな新しいものにつながると思うので、今いろんな悩みがあってマスクあるからそれで隠しちゃえって思う人もいると思うんですけど、ぜひ今回お配りするサンプルでその悩み解決してみませんか。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。またね。緊急告知。ギフトともにの視聴者さんに素敵なお知らせです。化粧品専門店アスカさんでギフトともにを見ましたと伝えてくださった方に、美容機器でお肌のチェックとお肌に合わせたスキンケアサンプルを2日分プレゼントしてくれます。お一人様1回まで、5月30日までの特別企画です。お近くの店舗をチェックしてぜひ遊びに来てね。各店舗の営業時間などは動画の概要欄に URL があるので、そこからチェックしてください。みんな遊びに来てねー。